まだまだ新品の感じが残る駅です。さあ、ここは大阪府大阪市京阪中之島線の中之島駅です。今回はこの中之島駅から出町柳駅を目指します。中之島から出町柳までは京橋まで普通電車で向かい、京橋から特急に乗り換えするのが一般的です。しかし今回は普通電車で向かいます。今回は京阪線で一番長い距離を走る普通電車に乗っていきたいと思います。久しぶりの関西私鉄線の企画、京阪線についてはだいぶ時間が空きました。今回も最後までよろしくお願いします。ということで今日乗る電車はこちら、中之島駅10時40分発普通出町柳行きです。京阪線の普通は短距離便が中心となっており、日中は茅島、枚方市までの運転となっています。他の時間帯にも時々葛葉までの便が走るのみで、1日数本だけが京都出町柳まで向かいます。出町柳行きは淀屋橋発中之島発のどちらでも運転されていますが、中之島発の方がより距離が長くなるようです。今回はこの京阪線で最も長い距離を走る中之島市発普通出町柳行きに乗っていきます。なお中之島から出る電車はほとんどが普通です。一部時間帯だけ準急や区間急行が走っています。さあやってきました。こちらが今日乗る京阪線で最も長い距離を走る中之島市発普通出町柳行きです。中之島駅の折り返しで今日は1万3000系7両編成での運転でした。京阪線は特急が8両、普通は7両での運転です。阪急線も準急や普通は7両が多いですから、関西では7両編成がトレンドなのかもしれません。なお中之島から乗る人は少なめです。到着時も車内はガラガラでした。では早速乗っていきます。車内に入るとこんな感じでトレインビジョンがあります。京阪線のトレインビジョンはちょっと特殊なもので、始発駅ですとこのようにこの先通る駅が全てスクロールして流れる形となっています。現在映像は早回しにしていますが、それにしてもひたすら途中駅が続いています。普通電車ですから通過駅はもちろんゼロです。これから長い旅が始まろうとしていることがよくわかります。この電車も間もなく出発となるでしょう。中之島駅を発車、京阪線で最も長い普通電車中之島市発普通出町柳行きの旅がスタートしました。今日の目的地出町柳までの所要時間は1時間と49分、淀屋橋から出町柳までは53分であることを考えると、普通は特急の2倍時間がかかっています。ということで今回は中之島から出町柳まで待ち合わせ、通過待ちなどを見ながら全区間をご紹介していきます。また前半は普通の無停車の駅の紹介にも注目です。まずはこの中之島線を途中の天満橋まで走っていきます。この区間は駅間が短いため、すぐに次の駅に到着します。次は渡辺橋駅です。この駅の1日の乗降客数は約1万1000人、地下鉄四ツ橋線の肥後橋駅とつながっています。また他にも地下で複数のビル群とつながっているそうです。そしてこちらは天満橋を発車、この駅は京阪本線との合流駅です。ただ中之島線と本線でホームが分かれているため、基本的には京橋での乗り換えが推奨されています。なおこの天満橋駅は京阪線が淀屋橋までつながる前はこの駅が地上ホームで終着駅でした。京阪線も約60年間で大きく変化しています。またこの天満橋駅は地下鉄谷松線が乗り入れており、天王寺や東梅田から乗る場合にはこの駅で乗り換えすることになるのでしょう。また駅周辺には京阪ホールディングスの本社が置かれています。今も昔も京阪の主要駅であることは同じです。さて中之島発車から10分、電車は間もなく京橋に到着します。この駅は JR 大阪環状線、東西線、学研都市線、地下鉄長堀鶴見洞窟線との接続駅です。 JR 線から京阪線に乗る場合にはここで乗り換えすることになります。1日の乗降客数は約17万人、これは京阪線では最も利用者が多い駅となるようです。
またここまでは全ての種別が各駅に止まっています。特急など誘導電車と所要時間の違いが現れるのはここから先となるようです。ホームは2面4線の構造で、この電車は1番乗り場に到着します。しかし待ち合わせはありません。到着後はすぐの発車となるようです。さてここからは普通の未停車の駅をご紹介します。ということで電車は隣の野江を発車。この駅は以前は京阪線の単独駅でしたが、現在は JR 大阪東線の JR 野江駅が開業し、乗り換え駅にもなっています。ただ福岡線区間であるため、停車駅は普通のみしか止まりません。1日の乗降客数は約1万3000人で、京阪線は業務の合理化を進めており、大阪市内で1万人も利用者がいても無人駅であるようです。ただ無人駅といってももちろん自動改札は設置されています。そしてその隣の駅が関目駅です。この駅も以前は京阪線の単独駅でしたが、2006年の地下鉄今里筋線の開業によって関目繊維駅と乗り換え駅になりました。ただ種別は同じく普通のみとなります。1日の乗降客数は約1万4000人で、この駅は有人であるようです。またホームはこの2駅は相対式となっています。電車は森庄寺を発車。この駅は島式ホームですが、内側2線には現在柵が設置されており、結局誘導電車と乗り換えすることはできません。以前は区間急行が止まっていたらしいですが、現在は普通の未停車の駅となっています。1日の乗降客数は約1万人で、乗り換え路線もなく、こちらも無人駅であるようです。住所的には旭区に位置しており、駅周辺には郵便局などが置かれています。そして次の駅はすぐに到着します。こちらは千林駅です。この駅は1日の乗降客数は約8300人、当然無人駅であります。ホームは相対式2面2線の構造です。この駅は駅周辺に1952年にスーパーのダイエーが出店しました。日本の大衆消費時代の幕開けは千林から始まったと言っても過言ではないでしょう。またこの電車はこの辺りで誘導電車に向かれていきます。向かれたのは京橋駅は4分後に発車し、終点の出町柳駅には48分前に到着する特急出町柳行きです。電車は滝井を発車。ここからは森口市に入ります。ただ普通の未停車の駅であることは変わりません。1日の乗降客数は約6800人、大阪市内を抜けると利用者も減っていました。なおこの次の駅までの区間は約400メートルしか離れていません。ホームの端から端まではもっと短く、実際は150メートルくらいしかないそうです。ということで電車は土井に到着します。この駅の1日の乗降客数は約5600人です。2駅を統合させても良さそうですが、歩いていくとアクセスが悪いため残しています。調査によれば1日30人くらいがこの1駅だけを利用しているそうです。ほとんどスピードを出すことなく次の駅に到着しました。さて中之島駅発車から22分、電車はまもなく森口市に到着します。この駅は森口市の中心駅です。森口市は大阪府北河内地域に位置しており、人口は約14万人います。大阪市外ではありますが、旧大阪市営地下鉄、現在の大阪メトロも乗り入れているようです。そして京阪線の森口市駅は快速急行、急行、準急、区間急行が停車の駅です。京橋を出て最初の大きい駅となっています。1日の乗降客数は約3600人です。ホームは2面4線の構造で、内側線、外側線が待ち合わせ可能になっています。この電車は森口市では2分ほど止まります。さて何と待ち合わせを行うのでしょうか。森口市ではこちらの快速急行出町柳駅と待ち合わせを行います。快速急行は全区間で通過運転を行っており、特急より停車駅が多いことが特徴です。この先は寝屋川市、郡園、枚方市、葛葉、中所島、丹波橋、七条、三条と停車していきます。2008年に運転を開始した種別で、当時は中之島線と直通していました。しかし現在は淀屋橋発着がメインとなっています。
この電車は京橋駅は8分後に出発しており、終点の出町柳駅には38分早く到着するようです。この森口市までであっても快速急行を使いたくなるところでしょう。そしてこの電車の森口市の待ち合わせは以上です。さて、森口市から先は区間急行が各駅に停まっています。そのためこの先の区間は主要駅を中心にご紹介していきます。ということで、中之島発車から27分、電車は間もなく門真市に到着します。この駅はもともとは新門真として開業しましたが、後に門真市駅に変わりました。また大阪モノレールが延伸してからは接続駅となっています。ホームは相対式2面2線プラス通過線の構造です。京阪線の空気線区間は段階的に開業しており、門真市が一時終点であったこともあるそうです。電車は大和田を発車。この駅も門真市内の駅です。関東の京成線に京成大和田駅がありますが、おそらくこの大阪の大和田駅に配慮して京成の冠をつけたのでしょう。京成線は日本のどこかで駅名が被ってしまったら全て京成の冠付けを行っています。なお、この大和田駅の1日の乗降客数は約2万2000人です。森口市までの普通のみ停止の駅よりも利用者が多くなっています。おそらく駅間が少し長めになることも影響しているでしょう。また京阪線しか通っていない地域であることもでかいと思います。さて、中之島発車から33分、電車は間もなく茅島に到着します。この駅は準急までが停止の駅で、準急はここから先は各駅に停まっています。この先の区間は基本的には準急が普通の代わりをしていますが、この時間帯だけはなぜかこのような普通が走っています。なお、茅島駅の1日の乗降客数は約2万7000人です。ホームは2面4線の大肥鹿野駅ですが、この電車は2分ほど止まります。さて、何に抜かれていくのでしょうか。茅島で抜かれるのは京橋駅は11時8分、普通電車の18分後に発車した特急出町柳駅です。特急は京橋から枚方市までをノンストップで運転しており、空気線区間の終点茅島は素通りしていきます。なお、この特急電車は終点の出町柳駅には普通電車より34分早く到着するそうです。やはりトータルで50分以上の時間差がついています。茅島での通過待ちは以上です。さて、この先の区間は伏線に入りますが、高架区間は続いています。ということで、中之島発車から38分、電車は間もなく寝屋川市に到着します。この駅は寝屋川市の中心駅です。寝屋川市は大阪府北河内に位置しており、人口は約22万人の中核市となっています。ベッドタウンではありますが、寝屋川はちゃんと流れているそうです。そして次の寝屋川市駅は快速急行までが停車の駅です。通過するのは特急と快速特急だけであります。ホームは2面2線とシンプルな構造です。電車は隣の郡山を発車。この駅は快速急行までが停車の駅です。そう、寝屋川市、郡山と快速急行は2駅連続で止まっています。またこの駅は2面4線の大肥鹿野駅ですが、この電車の通過待ち待ち合わせはありませんでした。おそらく茅島で抜かれたばかりであり、後の電車とはまだ間隔が開いているからでしょう。なお、この郡山駅、1日の乗降客数は約5万6000人です。寝屋川市内の駅ですが、利用者が多い駅を2駅持っている寝屋川市はなかなかすごいことだと思います。そしてこちらは少し飛んで枚方市を発車。この駅は特急も停車の駅です。特急は京橋からここまでもノンストップ運転を行っています。京橋からここまで普通電車は38分かけて走っていますが、特急ならば15分もかかっていません。普通の遅さ、特急の速さがそれぞれ際立っています。またこの枚方市駅は京阪線の運転拠点にもなる駅です。日中の普通はここまでしか走っていません。ただこの電車はまだまだ先に向かいます。またこの駅は片野線との乗り換え駅でもあります。なお、この駅は大肥鹿野駅ではありますが、抜かれることはありませんでした。意外と普通電車も長い距離を逃げていくようです。さて、
中之島発車から56分、電車はまもなく葛葉に到着します。この駅は特急までが停車の駅です。特急も平金市から先は停車駅を多めに設定しています。これはおそらく大阪方面の混雑分散や特達性向上を図ったゆえの停車駅設定でしょう。葛葉駅自体も利用者が多く、1日の乗降客数は約4万9千人います。駅周辺は意外と閑散としていますが、京阪葛葉モールやタワンマン建設によって栄えているそうです。ホームは2面4線の大日田の駅で、ここでまた待ち合わせを行います。葛葉での停車時間は5分。さて今度は何に抜かれていくのでしょうか。さあこの葛葉では特急出町柳行きと待ち合わせを行います。京阪線の日中時間帯、快速急行は約30分間隔での運転です。そのため特急に2連続で抜かれていくことになります。なお特急は京橋を出ると途中は平方市だけ停車してこの葛葉に向かいます。何分差の電車に追いつかれるのか注目していきましょう。そして葛葉から特急に乗る人も結構いるようです。ということでやってきました。こちらが抜かれる特急出町柳駅です。この電車は京橋駅は30分後に出発した電車で、車両は8000系の8両編成での運転でした。京阪特急は2階建て車両付きの豪華な作りであることが特徴です。これはおそらく他の路線より時間がかかるため、サービス水準を上げることを意識しているのでしょう。まだドア数は2ドアですが、遅れることもありません。ここが関西のいいところです。関東ですとボックスシートで遅延してしまいます。特急は到着後すぐに発車します。この先は中所島、丹波橋、七条、祇園四条、三条、終点出町柳の順に停まります。葛葉は大阪から京都のちょうど真ん中くらいに位置しており、京都まででも大阪まででも特急を使う人が多いようです。また特急から普通に乗り換えする人もまあまあ見られます。そして普通電車の葛葉での待ち合わせは以上です。この先の区間は感覚調整も兼ねてちょっと停車時間は長めです。電車は隣の橋本を発車、ここからは京都市内に入ります。橋本と津久駅は日本に複数あります。関東には京王相模原線や横浜線、相模線が通る橋本駅がありますが、関西地方には京阪線、京都にある橋本以外に JR 和歌山線と南海線が通る橋本駅もあります。全国には JR の橋本駅が2つあるため、橋本から橋本までの切符を作ることも可能です。なお京阪線の橋本駅の1日の乗降客数は約4600人、京阪線の中でもだいぶ田舎区間であるため利用者も少なめでした。さて中之島発車から1時間と11分、電車は間もなく淀に到着します。この駅は準急までが停車の駅です。車庫が併設されており、淀発着の急行も止まっています。また京都競馬場の最寄り駅でもあり、福駅名も付けられています。1日の乗降客数は約1万人です。そこまで多くないので、おそらく特急は通過なのでしょう。ホームは高架2面4線の大日田の駅で、この高架化は京阪線アイデアだけでなく、日本中央競馬協会にも働きかけが行われました。またこの電車は葛葉で抜かれたばかりであるため、すぐに出発していきます。そして中之島発車から1時間と19分、電車は間もなく丹波橋に到着します。この駅は近鉄線との乗り換え駅です。近鉄線は京都駅を通っていますから、だんだんと京都が近づいていることを実感します。また近鉄線も京阪線も特急までが停車の駅です。このことからも京阪も近鉄も連携しながら京都観光を盛り上げていることがわかります。ホームは2面4線の構造で、この電車は海水側に到着します。丹波橋では5分ほど止まるようです。何に抜かれていくのでしょうか。さてこの丹波橋駅では、京都駅を33分後に出発した快速急行と待ち合わせを行います。快速急行は30分間隔での運転です。ちょうど1サイクル分が経過したことがわかります。快速急行は特急停車駅に加えて、森口市、
寝屋川市高齢にも止まっていますが、2回目に追いつかれていました。なお車両は3000系8両編成の運転です。プレミアムカーは特急だけでなく快速急行にも導入されています。今後未了に増車する計画もあるそうです。快速急行は到着後すぐに発車します。この先も特急と同じ停車駅七条、祇園四条、三条の順に停まります。だいぶ京都側に来ていますが、急いで行かない場合でも快速急行に乗った方が良いと思います。この先普通だけで出町柳まで行こうとなると、まだ時間がかかることになるようです。この快速急行は出町柳には12分早く到着します。丹波橋での待ち合わせは以上です。ただこの先にもすぐに待ち合わせのある駅を通っていきます。ということで中之島発車から1時間と30分、長かった1時間半でした。電車は間もなく龍谷台前深草に到着します。この駅は準急までが停車の駅です。ホームは7両分までしか対応していなく、特急は停車不可能となっています。また2面4線の大日野駅になっており、ここでもう一度通過待ちを行うようです。龍谷台前深草では3分ほど止まります。何に抜かれていくのでしょうか。さてこの駅では通過待ちを見る前に時刻表を確認しておきましょう。淀屋橋から出町柳を結ぶ普通はかなり少なく、日中時間帯はほとんどが準急での運転で埋まっています。12時台だけ通常の準急に加えて普通も走る形であるようです。なお淀屋橋ではなく淀発着の普通は朝夜に運転されています。ですから時々黒い普通の表記が見えるのでしょう。そして龍谷台前深草で抜かれるのは京橋駅を47分後に発車した特急出町柳駅です。ダイヤパターン的には特急快速急行、特急特急快速急行、特急となりますが、快速急行にも迫る勢いで特急は追いかけていきます。この特急は出町柳駅は6分早く到着するそうです。丹波橋で快速急行に乗り換えするのが前提であるため、この特急はただ道を譲る形となっています。電車は東福寺を発車。この駅は JR 奈良線との接続駅です。奈良線は宮古寺快速も止まる大きい駅となっていますが、京阪線は準急までしか止まりません。そのため日中は毎時4本しか止まらないようです。ただその割には利用者も多く、この日も観光客で車内は結構混雑していました。ただその利用者の皆さんはまさかこの普通が大阪中之島から来たとは微塵も思っていないのでしょう。大阪から京都観光するときも通常は特急または快速急行を使うものです。そしてここからは近く間に入ります。ということで中之島発車から1時間と39分電車は間もなく七条に到着します。この駅は京阪線の京都側のターミナル駅です。ステーションヌーブバスが京都駅まで運転されています。そのバスは京阪線を利用すれば運賃も割引となるそうです。またこの駅は快速特急までが停車の駅です。快速特急は京橋から七条までもノンストップ運転しており、所要時間は33分で結んでいます。この普通が1時間30分くらいで結んでいますので、だいぶ時間差がついていました。そしてこちらは三条発車。この駅は2面4線の大日野駅。準急はここで特急の待ち合わせを行うことがあります。またこの電車も大日線の発着でしたが、待ち合わせはありませんでした。おそらくこの三条の代わりに龍谷台前深草で通過待ちを行っていたのでしょう。この電車は変な時間帯に走る謎の普通であるからこそ、変な待ち合わせパターンを取っていました。また出町柳まででは、この駅が最後の大日野駅となります。ですからもう抜かれる心配はありません。長かったこの普通電車の旅ももう終盤に入っています。さて中之島発車から1時間と49分電車は間もなく終点の出町柳に到着します。大阪中之島から京都出町柳までの京阪線で最も長い距離を走る普通電車の旅、特急の2倍以上の所要時間がかかる電車でしたが、空腹線区間で特急に、森口で快速急行に、茅島で特急に、
葛葉で特急に、丹波橋で快速急行に、龍谷台前、深草で特急と合計6回抜かれる電車となっていました。また基本的には準急が普通の代わりをしている区間を運行していますが、なぜか日中時間帯の運転でした。その結果パターンが崩れたのか、後半は三条での待ち合わせはなく、代わりに龍谷台前、深草で待ち合わせを行っていました。この電車所要時間は長いですが、ウルトラ暇な人、また大雨で観光ができなくなった人にはおすすめの電車です。京急線品川駅種別大杉問題、次回は京急線の品川駅を通る全種別をご紹介します。京急線では品川駅で直通先の種別も表示します。そのため同じ特急でも複数の意味があることに、全部でいくつあるのでしょうか、注目です。気になる方はぜひチャンネル登録をして配信をお待ちください。最後までのご視聴ありがとうございました。